アメリカがディサポインティッド、ね、言ったことに対してむしろ我々の方がディサポインティッドなんですね。江藤総理補佐官は動画サイトで安倍総理の靖国参拝に失望したと表明したアメリカ政府に対し、同盟関係にある日本をなぜ大事にしないのかと批判しました。これに対し菅官房長官は、あくまでも個人的見解で政府の見解ではないと述べた上で、江藤氏に電話して取り消すよう指示しました。